い、どうも徳島のパンムーキンです。いつもご視聴とコメント高評価本当にありがとうございます。さあ、本日もねドッカンバトルやっていくんですけども、サムネの通りね、中身無課金編成で、極刑のみ挑戦可能の極限スーパーバトルロードに今挑んだんでございますけども、無事ね、勝つことができました。はい、まあ宇宙を渡る戦士編成でございますね。はい、変身傍若リーダーで、宇宙を渡る戦士カテゴリーの 170% で、自己を超えし者の 150% リーダーと。で、パッシブこんな感じですね。はい、私の無凸で、会心後で変身条件ですね。バトル開始間4タイム以降、敵が1体の時発動可能1回のみで変身いたしますよという感じで。で、中身ね、はい、秘宝所で交換できます。クーラーですね。で、イベントドロップさんのスラッグ。で、イベントドロップさんのフリーザ最終形態。で、イベントドロップさんのフリーザ第1形態。で、イベントドロップさんのフリーザ第2形態ということで。で、フレンドさんね、一突、じゃないな。一突じゃないな。はい。私がね、やった時は、一突のね、変身傍若をお借りしました。あ、スペシャルステッカーかっこいいな。うん。私も貼ってみようかなというところで。で、サポートアイテムおなじみの種類で、鍵使っていったんですけども、声後取りでお送りするんと同時に、最終ステージからでございます。はい、ここからね、声後取りでございますけども、アイテム状況がウィス2個、オハッチャン1個という感じで、ございますね。はい。で、第1ステージで、ネズミ使いました。で、第2ステージで、ネズミと、ヘビ姫2個ぐらい使ったのかな。第2ステージで、どうしてもね、敵の数が多いんで、必殺技を打って打って打ちっちゃすんですよね。まず、はじめはウィスを使いまして、で、得意属性の、ベジータを変身傍若。で、悟空アタック低下ですね。この、イベントドロップさんのフリーザ最終形態ですね。全属性、ガードしてくれるんで、だいぶね、役に立ちます。ただ、残念ながら、敵がね、孫悟空の系譜のみね、ガードしてくれる感じなんで、できるだけね、孫悟空の系譜の、力属性の孫悟空は後回しで、攻撃していきつつ、ベジータをぶったたいていくような、まあ、感じになりますかね。はい。で、悟空のアタック低下ですね。で、変身クーラー。まあ、ここは大丈夫ですね。ここを必殺来ても全属性があるので2桁台という感じでございます。まあ、ウィズ使ってるんでね、これは食らうことはないでしょうというところで。はい。で、得意属性の悟空に、秘宝所で交換できるクーラーで攻撃していくという感じですね。この即属性のね、クーラーですね。ディフェンス無限上昇なんで、熱湯悟空で、ね、連れて行ってもいいかなと思っております。はい。で、ついこの間ね、極限 Z 覚醒いたしました。フリーザ第一形態。これがね、だいぶね、いい火力を出していきます。で、ここいらでね、ちょっとね、HP がもうやばいかなっていうところで、はい、ハッチャンを使ったんですけども、いけるだろうは絶対に極限スーパーバトルロードでやってほしくないですね。うん、ちょっとね、HP が半分ぐらいになったところで、回復アイテムね、使うといいでしょうというところで。はい。で、こういうところでね、必殺技が来たりするのが、まあ、極限スーパーバトルロード、ドッカンバトルの長所であり短所でありますから、まあ、アイテムはね、惜しみもなく使っていこうっていう、感じで、ございますね。うん。勝てばいいですから。で、フリーザ第一形態で、アタック低下もしつつ、攻撃も与えつつという感じで。で、この傍若がね、だいぶ、宇宙を渡る戦士のね、補正もしてくれますから、うん、だいぶね、フリーザ第一形態、だいぶ火力は、出ますよ、という感じでございます。で、このフリーザ第二形態ね、これがね、だいぶね、全属性ガード、全属性ガードじゃない、ごめんなさい。敵全体攻撃してくれますから、うん、追撃が出ればね、だいぶね、ちょっとずつですけども、削れて、いくんじゃないかな、というところで、はい。で、ここで2ターン目が終了。しましたと。で、このね、スラッグ、イベントドロップさんのスラッグですね。だいぶね、防御もね、高いです。はい。で、ここいらでね、ちょっと迷ったんですけども、ウィスをパチッと、まあ、使いましたというところで。で、このスラッグね、イベントドロップさんのスラッグが、中確率気絶だったかな、高確率だったかな、ちょっとね、覚えてないんですけども、気絶持ちなんで、悟空のね、気絶してくれたらいいかなって、まあ、運を頼ってですね、悟空にカーソル合わせて迷ったんですけども、そうですね、大丈夫ですね。苦手特性のも、ガードしてくれますから、ね、やっぱりね、このイベントドロップさんのフリーザ最終形態ね、だいぶ優秀ですからね、皆さん作ってない方、ぜひ作っていただきたいですね。はい。だいぶいい壁役になりますから、いろんなところでね、活躍してくれます。
で、ここで、イベントドロップさんのスラッグが気絶はしないんですけども、追撃してくれたんで、気絶が入っていくという感じでございます。はい。で、次のターンまでね、気絶してくれますから、だいぶね、役に立ちます。まあ、気絶入ればの話なんですけどね。まあ、何が中確率で何か高確率かわからんのがこのドッカンバトルですから。まあ、そこいらね、まあ、気をつけつつ、うん、あんまりね、運に任せてますと、うん、落ちてしまう場合が多々ありますからね。そこいらまあ気をつけていきつつ、で、このフリーザ第一形態ですね。これが第一枠目、第三枠目にね、攻撃してくれた方が、いいかもわかんないですね。434万。これがだいぶ、効果力出してくれますから。うん。だいぶ役立ちますよね。ただちょっとね、作るんがね、めんどくさいですから、うん。だいぶね、時間かかります。何せ覚醒メダルが777枚、いると同時に、極限 Z エリアも行かないかんですから、うん。だいぶね、ちょっとまあめんどくさいんですけども、時間ある方はぜひね、まあ作ってない方は作ってほしいなっていう、現状っちゃ現状で、ございます。はい。で、敵の先制攻撃ね、おるところにね、やっぱりね、このフリーザ最終形態持っていくんですけども、で、フリーザ第二形態がもう苦手属性になってますから、悟空に対して。うん、ちょっとね、まあビビり持って、この、5対面ですね、ビビりながら行ったんですけども、でこのフリーザ第二形態のところ必殺来たらまずいなーっていうところでね、150万、結構ね火力出るんですよね。で、リンクスキルをね、フルマックスレベル上にしたらね、だいぶ火力は出るんでしょうけど、ね、今見ました、11万打撃で11万食らいますから、そういうところなんですよね。極限スーパーバトルと。なあ、もう怖い怖いっていう話で、ございますけども。スラッグがね、だいぶね、ガードしてくれますから。はい。はい、ありがとうございます。だいぶね、ターンはかかってますけども。うん。で、1枠目にフリーザ第一形態。で、特異属性の表情のクーラーが2枠目で、3枠目で、フルパワー傍若というところで。343万。でフルパワー傍若になりますと、補正がね、かからなくなりますから、アタックはね、火力は出なくなるんですけども、だいぶね、うん、アタック低下もしてくれてますから、ほらい食らうことはないでしょうというところで、ございますね。ターン追加すればするほどね、アタック低下もだいぶやってくれてますから、ほらい食らうことはないというところですね。199万。フレンドさん。これはフレンドさん一つだったかな。うん、そうですね。で、フルパワー傍若で、フィニッシュという感じで、ございました。いかがだったでしょうか。中身無課金、宇宙を渡る戦士編成で、VS、VS ゴッケじゃないね。ゴッケのみ挑戦家の極限スーパーバトルロードに挑んでみたっていう動画でございました。この編成ね、まあ、初心者の方でも、まあ、作りやすいと思いますんで、ぜひね、クリアしてない方、この編成で挑んでみてはどうでしょうかというところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。